決算時の前にやってきました。駐車場も完備されていてなかなか広いですね。そうですね。じゃあ早速中に入ってみましょう。はい。感じが見えてきました。はい、すごい立派ですね。そうですね、大きいですね。こっちにはお墓もあるみたいですね。はい、じゃあ早速階段登って中に行ってみましょう。はい。目の前にするとすごい迫力ですね。そうですね、周りの作りも綺麗ですね。あ、小銃のストラップも売ってますよ。後で買いに行ってみましょう。はい。決算時は慶長3年1608年に初代片倉小十郎景綱が建立した寺院、片倉家の菩提寺として初代景綱をはじめ代々城主とその奥さんや家族、また松前家のお墓があります。戊辰戦争時にも決算時は侍たちの詰め所として重要な場所であったと言われています。この階段を登った先は初代片倉小十郎景綱のお墓のようですね。樹齢400年の一本杉、これが景綱の墓標なのです。景綱は敵にその場所がバレないよう墓石などは一切作らず、この杉の木を墓の印にしたと伝えられています。いやー、結構な森の中にありましたね。そうですね、階段もあってなかなかしんどかったです。虫も多かったので暖かい時期に来られる方は虫除けスプレーも必須ですね。そうですね。政宗といえば右目の眼帯が有名ですよね。はい。景綱はその政宗の右目に大きな関係があるんです。政宗は小さい頃病気で右目の視力を失ってしまいました。そして容姿が大きなコンプレックスとなり暗い性格に。それを見かけた景綱は政宗を部屋に引っ張っていき、なんと政宗の頭を抱え込み小さな刀で一気に右目をえぐり出してしまいました。それ以降政宗は暗い性格から明るい活発な少年に変わっていたそうです。痛々しい話ですが、2人の信頼関係があってこそのエピソードですよね。政宗の右目に関しては他にもう2つ説があります。1つ目は景綱が政宗に剣術指南をしていた時、戦場でその右目をつかまれたらどうするという問いかけに、政宗は脇差しを抜いて右目に刺し景綱にえぐり取るように命じたという説です。もう一つは景綱の畏姉であり政宗の養育係だった北が政宗に言及したという説です。そんな北さんについては次の VTR で詳しく紹介します。以上、決算寺からお送りしました。はい、ここが北さんのお墓の入り口になります。白石駅から車で5分くらいで着きます。じゃあ早速行ってきます。
NHK 大河ドラマ独眼竜政宗放送時には剣舞として人気を集めたそうですが、北さんにはどのようなエピソードがあるんですか？はい、北さんは小十郎よりも先に政宗に仕えていたと言われています。ご存知の通り、政宗は天然痘という病気で右目に毒が集まり、とても痛々しい姿になっていました。まだ幼かった政宗は自分のそのような姿にコンプレックスを抱き、人に会うのも人前で話すことも苦手意識を持っていました。しかしそんな政宗に北さんは叱咤激励をし、背中を押してあげたそうです。それはとても興味深いですね。どんな風に政宗を激励したんですか？内容としては、あなたのその勇ましいお顔はかえって敵をひるませる力を持っています。そしてあなたは生まれ持った素晴らしい才能をお持ちです。目に傷を負っていてもその生まれ持った才能で十分戦うことができます。目のことばかり気にしていてはいけません。才能で戦いなさい。このような力強い言葉で政宗を励ましたところ、当時7、8歳だった政宗は心を打たれ、北さんに抱きついて涙を流したという説もあります。へえ、そのような話もあるんですね。政宗の右目の件には他にも様々な説があります。北さんの説は初めて知りました。北さんの言葉で内向的な性格だった政宗の心に光が差したのかもしれませんね。花月菜の威風姉だった北さんは政宗にとってもしっかりした頼れるお姉さんだったんでしょうね。他には何か北さんのエピソードはありますか？はい、花月菜とのエピソードもあります。政宗に仕えていた花月菜は給料の低さに嫌気がさし、政宗に仕えるのをやめて旅に出ると北さんに言ったことがあるそうです。それを聞いた北さんは何と言ったんですか？はじめのうちは行ってまいれと言ったそうですが、当日になり、いざ花月菜が出発しようとしていると、お前は何を考えているんだ、旅の途中他の人に仕えるようになるくらいなら最初から政宗に仕えなくてもよかったのではないかと言いました。すると花月菜は我に返り旅に出るのを思いとどまったそうです。さすが北さん、冷静に的確なことを言いますね。当時は男性の権限がものすごく高かったので、こんな風に政宗や花月菜と対等に話せていた北さんはさすがですね。さすが剣舞と言われているだけありますね。そうですね。では北さんのお話を一礼しましょう。実際にお墓を見てみると思っていたよりも小さい感じがします。参拝客の間で北さんの遺跡を削って飲むと賢くなるという伝説があるようなので、どんどん削られた結果、もともとの墓石よりも小さくなってしまったのかもしれないですね。確かにボコボコしていて削られているように見えますね。北さんが亡くなられてちょうど400年余りになりますが、現在でも北さんの剣舞ぶりは健在ですね。はい、以上片倉北さんのお墓の紹介でした。こちらが北さんが晩年を過ごしていたと言われている滝の観音堂です。随分とひっそりした場所で晩年を過ごされていたんですね。北さんのような素晴らしい女性がここでひっそりと暮らし亡くなられたなんて、何か理由があったんでしょうか？はい、北さんがここで隠居生活を送っていた理由は、実は政宗を怒らせてしまったからだと言われているんです。どうして政宗を怒らせてしまったんですか？その理由ははっきりとはわからないようなんです。ですが一説によると、政宗の愛していた富士という女性を政宗の留守中に豊臣側に差し出してしまったらしいのです。それを知った政宗はとても怒って北さんを追い出してしまったそうです。それでここで静かに暮らしていたというわけですね。でもきっと北さんのことだから何か考えがあって富士を差し出したんでしょうね。豊臣に逆らっては他的な未来が危ないと思ったのかもしれないですね。しかしこの説にはもう一パターンあるんです。長い間懸命に仕えてきた北さんも政宗は富士の件でわざと怒り追い出すという形で自由にしてあげたという説です。もしそれが本当なら政宗の北さんに対する思いやりが感じられますね。隠居生活中のことは今でも謎が多いようですが、何をしてここで過ごされていたんですか？謎が多い北さんの隠居生活ですが、お経を読んで過ごしていたという説があります。片倉北さんはここで晩年を過ごし1610年、ひっそりと亡くなられました。以上、滝の観音堂からでした。